石の国の荒野を行く旅の途上、一行が岩山の陰に張った宿営を畳み、旅を続けようと出発しかけた時のことでした。夜明け、岩岩は青紫色に沈み、地平の果ては霞むような淡いすもも色です。姫様、そろそろ出発します。車にお乗りください。ああ、都を出てもう何日になるかしら。そうですね、5日、いや6日になりましょうか。もう100日もこうして旅してるような気がするわ。まったく、なんていう国なのここは。話には聞いていたけど、本当に草一本生えてない。行けども行けども見渡す限り灰色一色の世界。こんなところじゃ息もできない。月に読み入りした方がマシだわ。あ、ゾッとする。あ、あれは何？お前は森の神の娘キーナか。私はそうだ。私は大地の母マグアである。聞きなさい、この国は今わしの神の支配下にあるが、遠からずお前たち森の民のものになる。時を待ちなさい。お前は石の神を打ち倒すものとなるだろう。私が石の神を打ち倒す？そうだ、お前は女の身で後の世に残る英雄となるのだ。石の神の国は滅びるだろう。それはもう決まったことで運命なのだ。だから何も不安に思うことはない。お前たちにとって物事は最後には必ずうまくいく。だが急いではいけない。じっくりと計画を練り、辛抱強く待ちなさい。いろいろとつらいこと、耐え難いこともあるだろう。自分の心を表に出してはいけない。ここぞという時まで羊のようにおとなしく従順でありなさい。そうすればきっとうまくいく。わかりました、やってみます。私はお前に贈り物をしよう。このカシの木の実、この中には森のすべての力が宿っている。この小さい鳥の卵、この中には空のすべての力が宿っている。この白い貝殻、この中には水の力のすべてが宿っている。大切に持っておきなさい。これらはいざという時大いに役に立つだろう。ありがとう、大切に持っておきます。心を尽くしてそなたを大切にしよう。
キーナ、
私の旅行用のマントを出してくれるようレアに言ってくれないか。はい、ただいま。我が主よ、お出かけですか。この国の神々の集まりがあって出かけなければならん。すまないが、何日間か都を留守にする。よろしく頼む。アンガス、妻に何事も起こらぬようくれぐれも気をつけてくれ。仰せの通りに。お気をつけて行ってらっしゃいませ。キリナ様。ええ、私も出かけます。このマントを着るのは何年ぶりになるかしら。この国に嫁入りに来た時以来ね。しかしキリナ様。アンガス、あなたは私によくしてくれました。だから私はあなたにとても重要なことをお話ししましょう。よくお聞きなさい。あなたの使える主人の栄光は尽きようとしています。この国は遠からず私たち森の民のものとなる定めにあるのです。今私のそばについて、私が逃げるのを助け、石の壁を打ち倒すのに力を貸すなら、私の父はやがて天土にわたるその王国であなたに最も高い地位を与え、また私をも与えるでしょう。お気は確かですか。そのようなことを夢にもお考えになってはいけません。いいえ、私は考えています。あなたもどうかよくお考えなさい。私はこれを自分の考えで言っているのではありません。この国へ向かう旅の途中で、私はこのことを大地の母マグアから告げられたのです。今目に見えるものだけで判断してはなりません。この王国は沈みゆく船のようなもの。まもなく歴史は大きく変わります。それはもう決まったことです。運命なのです。私は知っていた。いつかはチャンスが訪れると。